はい、ゆうです。いつも動画を見ていただいてありがとうございます。今日もこちらロサンゼルスからお届けしています。久々にね、ロサンゼルス、この天気の良さ戻ってきましたね。めっちゃ気持ちいいですね。やっぱり最近ね、ちょっと曇りが続いていて、雨は降っていなかったんですけども、まあちょっとね、どんよりする雰囲気だったので、だいぶ久々にこうカラッと晴れて、気持ちよくバイク乗ってます。で、今日はね、日曜日なんですけども、今から、ヨガに行くので、今ヨガスタジオに向かってバイク走らせています。で、今日ですね、今日は、まあ、このハーレーに関することです。で、まあハーレー皆さん買う方いろいろ多いと思うんですけども、このチャンネル見てる方でもね、ハーレー、買おうと思ってる方、買っている方多いと思うんですけども、結構いろんな方のカスタムを見ると、エンジンガードですね、まあ、今で言うとクラッシュバーっていう言い方もするんですけども、まあ、エンジンガードをつけてる人が結構多くて、まあ、その辺について、ね、お話しようかなと思っています。で、実際自分も初めて買ったハーレーですね、2018年の FXFBS ファットボブに関しては、最初ね、エンジンガードついてました。で、初めてね、乗る大型バイクでもあり、こういうね、ミッションのバイクに乗るのもハーレーが初めてだったので、ちょっとね、不安な部分があったので、その時はエンジンガードつけておこうかなと思ってつけておいたんですけども、まあ、そんなにね、実際立ちこけってすることなくて、自分の場合転ぶことですね、転ぶことがほぼなくて、途中からもうちょっといらないかなと思って外しました。外すとね、だいぶこう車重が変わるというか、エンジンガード結構重いんで、それがね、軽くなると結構ね、乗り心地が変わって良かったなっていうのがあったんで、その辺をね、ちょっとお伝えしようかなと思っています。まあ、これはね、あくまでも個人的な意見なんですけども、まあ、最初ね、エンジンガードつけて1年ぐらいは、エンジンガードね、つけたままでもいいかなと思うんですけども、まあ、1年ぐらい経って、だいぶ、こう、バイク乗ることに対して、抵抗がないのか、慣れてきたっていうのがあれば、もう外してもいいかなと思ってますね。やっぱりね、走る上でね、あんまり必要じゃないなって思う部分があって、まあ、さっきのね、その、軽量化っていうところもそうなんですけども、まあ、そもそもこの横にね、棒が出てるのがね、結構鬱陶しくなってくるんですよね。なんかまあ車幅も増えるっちゃ増えるし、こうバイク乗ってる上でもね、なんかね、気になってくるんですよね、このクラッシュバーとかエンジンガードっていうのが。で、そもそもそのエンジンガードっていうのは、こう車体のね、こうハンドルとかステップの横にね、こうせり出しているもので、まあ、それがやっぱりこうバイクを乗ってる上でなんかちょっと転ばないし、そもそも必要ないんじゃないかって思うところがあって、まあ自分はね、外してしまいました。で、外すとね、やっぱりこうバイクの車幅も少しね、狭くなるので、こう感覚的にはね、結構運転しやすくなったかなって自分は思ってます。チャリがね、普通に走ってますね。まあ、自分はね、今ロスに住んでますけど、日本にいるときはね、東京にいるので、道がね、狭い中でね、結構ごついエンジンガードつけてると、それだけでもう走りづらくなっちゃうところがあるので、できたらね、もうなくていいかなと思って、で、外してからまず転ぶことはね、一回もないですね。そもそもそんなに無茶な運転はしないんで、転びやすいシチュエーションってあると思うんですよね。その坂道の途中で U ターンするとか、めちゃめちゃ狭いところで U ターンするとか、まあ、そういうのをしなければ、よっぽどのことがない限りは、まあ、転びづらいのかなと思ってて、まあ、自分はね、そういうシーンがあってもなるべく急いで U ターンしなきゃいけない時でも焦らず後で U ターンするようにしているので、今のところはね、転んでないですね。で、もちろんね、エンジンガード、クラッシュガード、慣れない人はつけた方がいいと思うので、もちろんつけていただいて構わないんですけども、まあ、ある程度乗ってね、慣れてきたら、もう外しちゃってもいいんじゃないかなって思っています。もう外すとね、だいぶほんと気持ち的に自由というか、スラスラっと乗れる気がします。やっぱエンジンガードあるだけでね、結構気使うんで。で、今話したのは、まあ、ツアラー以外ですね。ツアラー以外のバイクは、まあ、オプションでね、クラッシュガードとかエンジンガードつけることが多いと思うんですけども、ツアラーはもともとね、デフォルトでエンジンガードがついているんですけども、
スワラーはエンジンガードね外さない方がいいと思います。あれはあれでもう一つのスワラーの中の一部だと思うんで、あのちょっといかつく見えるところがね、一時期ね自分もスワラーに関してはエンジンガード外していた時期もあったんですけども、なんかねめっちゃキャシャに見えてしまって、なんかかっこよくないなっていうところがあったので、スワラーに関しては自分はねエンジンガードつけっぱなしにしています。まあそもそもスワラーはね車重も重いので、エンジンガード1個外したぐらいではねもう大したことには変わらないので、スワラーはそのままつけっぱなしですねにしています。であとそのクラッシュバードがエンジンガードに足をかけられるって言って歌っているところもあるんですけども、基本的にソフテールですね、 M8 ソフテールに関してはシートがね少し後ろなので、そもそもね足届かないっていうか、届いてもなんか落ち着かないと思うので、まあ、よっぽど足長い人はいいかもしれないですけども、まあ、自分の場合は全然足置くそこにみたいな感じの場所なんで、そのハイウェイペグを置くのであればいいんですけど、クラッシュバーに足を置くっていうのはなかなかね普通の日本人じゃ難しいんじゃないかなって思ったりするところもあります。そんな感じでね、エンジンガードクラッシュバーはね本当に必要なのかっていうところについてね今日はお話ししてみました。この動画ではバイクをはじめ自分の興味あることをご紹介しておりますので、いいねやチャンネル登録のほどよろしくお願いします。あと X、Instagram もやっておりますので、そちらもチェックしていただければなと思います。ではでは。はい、ヨガが終わって少しでビーチの方に来ました。ここはレゾントビーチというビーチです。今日は日曜日ということもあって普通にゆっくりしてる人も多いです。ちょっとね今日は風が強いんですけど、天気がいいんで非常にね気持ちがいいです。泳いでる人はねいないですね。ちょっとまだ寒いんで、そんな感じですぐねビーチもあるので非常にリフレッシュするにはね最高の立地ですね。でこちらロサンゼルスですね。ロサンゼルスでエンジンガードつけてる人ってよく考えたらほとんど見ないなと思ってて、まあフィジカルがねだいぶ日本人とは違うのでしっかりしてるので、よろけた時もねしっかりキープできるっていうのはあるのかもしれないですけども、あんまりこう女性の方でもエンジンガードクラッシュガードつけてる人はいないなっていう印象ですね。まあここもね文化の違いなのかなとは思いますけども、はい。で日本だとねバイクにドライブレコーダーつけてる人多いと思うんですけども、アメリカでバイクにドライブレコーダーつけてる人はまあ見たことないですね。まあ、中にはいるのかもしれないですけども、まあ、ETC とかもこちらはねないので、そういう文化が基本的に高速道路はねフリーなんでお金払って乗る部分もあるっちゃあるんですけども、あんまりそういう特別な機械をつけているっていう人はねあんまりねいないんですよね。まあ、とにかくね飛ばすんですよねこっちの人は。すり抜けももう尋常じゃないぐらいするし、そのハーレー SS 問わずですね、もうみんなねガンガンすり抜けしていくし、もうちょっと隙間があればパッと行っちゃうし、なんかバイク便みたいな感じですね日本で言うと。日本だとねこうバイク便の方結構こうすり抜けして、まあ、早く届けるというのが仕事なんで結構タイトに進んでいく人多いと思うんですけども、それに近い感じがしますね。まあ、ハーレーねツアラー大きいですけども、その大きいツアラーでも全然普通にバシバシこうすり抜けしていくのがねこちらアメリカです。で特にね警察の人も何も言わないんですよね、すり抜けしてっても。だから一応法律的にはダメな部分もあったりするとは思うんですけども、まあ、黙認してるのか、そもそも数が多すぎて捕まえる気にならないのか、ちょっと謎ですね。あ、もしくはねもっと重大な事件がたくさんあるのでかばってられないっていうところが一つあるのかもしれないですね。なんかアメリカって例えばね自転車が盗まれました、家の前に止めてあったものがなくなりましたって言ってもね、
警察の人何も対応してくれないみたいなんですよね、アメリカって。本当かどうなのかよくわかんないんですけども、基本的にはもう軽犯罪っていうんですかね、まあ、カジュアルなこうトラブルに関してはなんか警察呼んでもそんなことで呼ぶなと言われたりすることもあるみたいです。それだけね大きい犯罪トラブルがね非常にこちらロサンゼルスは多いので、まあ細かいことはね警察はちょっと対応できないっていう感じです。まあ自分の身は自分で守れっていうところがねまず根本にあるので、例えばバイクにねヘルメットを置いとくときも必ずチェーンかけるとか、バイク置くときもハンドロックかける、ディスクブレーキかけるっていうのもね結構当たり前っちゃ当たり前なんで、まあそういうところはねもう自分でどんどん身をね守る術をつけていかないといけないのかなと思ったりもしています。まあ日本がね多分特別なんですよね。いろいろ海外行ってますけど日本ほど安全な国ってなくて、ちょっと日本がね異常なだけなんですよね。まあそれはいい意味でもあり悪い意味でもあるところはあるんですけども、まあだから日本の危機管理能力で海外にいると大体トラブルに遭うんで気を引き締めていかないといけないと思うし、まあ日本もねいずれかこういろんな外国の方とか文化が入ってきて、あの今の治安がねずっと何十年も続くとは思えないんで、まあそうなったらねあの日本の皆さんも必然的に危機管理能力っていうのがね上がってくるのかなと思います。まあね平和なことがね一番いいんですけどね、こればっかりはねいろんな人が住むとね変わってくるところはあるんで、もうなるようになるしかねいかないかなと思ってます。いやそれにしてもね天気いいですね。めっちゃね今晴れていて気持ちいいんですけど、意外とねそんな蒸し暑い感じではなくてちょっとひんやりしてますね。まあ今ちょっとヨガ行って汗かいたっていうところもあって少しね涼しく感じるところはあるんですけども、まあでも今25度もないしめっちゃ乾燥してるんで、ロサンゼルスはムシムシ暑さを感じることはないんで1年通して、そこがねほんとこちらにねあの住もうと思った理由の一つでもあって、雨も降らないしバイク乗るにはね最高ですね。まあ車とかバイクに関しても錆びてるものが少ないんですよね。あの状態のいい感じでずっとガレージに置いてあることが多いので、あのバイクとか車買うのであればこのね西海岸ウエストコーストの車両がいいかなと思ったりもしています。とりあえずいつも使っているあのウォーターボトルが今ね落として割れてしまったので、これからねラルフズという、まあ日本でいうマルエツみたいな地元の人が使うスーパーがあるんで、そこでちょっとウォーターボトル買いに行こうかなと思います。ご視聴ありがとうございました。